はい皆さんこんにちはイマジョン実践経済学の藤井ですえ今日も実践経済学で学んでいきましょうえ今日はですね、えー、東京オリンピック無観客か有観客かの対応で何を大切にするかが、えー、まあスケートに見えるとえー、こういうふうなお話をしたいと思いますえー、実はですねまああのこの YouTube 撮っているえ本日はですねアメリカとそれから日本のソフトボールの女子の決勝戦でえ私の地元 横浜で来られて、よくスタジアムにも行くんですけども、まあ、近所なんでね、ぜひ行きたいと思ってたんですけど、その。ね、あの思いも必ずということで、まあ、今日はテレビで観戦ということになりますけれども。まあ、私は正直言ってですね、本当に無観客にすべきだったのかという思いを込めて、今日はお話をしたいと思います。まず検討経緯ですね、え、五月三十一日、これも皆さん大体ね、覚えてると思いますけども。あの、東京五輪。 パラリンピックを巡って観客を入れた形で開催する場合政府がですね観客の入,の入場時にね陰性証明書を提案しようとこういう案が出ましたまあこういう案も出たんですけどねちょっと感染も増えてきたことがあって、えー、それでいいのかって反対もすごかったですねですから6月17日は、えー、無観客のリスクが少ないと、まあ尾身会えー、最も少ないというねう尾身会長が発言案を出したんですね まあ、提言私はあの尾身会長だけの意見が全て通るっていうのは私ちょっと正直言ってねあの偏りすぎてるなと思いますねやっぱり、えー、尾身会長が努力じゃなくて医者の立場医療の立場がいたらそりゃそうでしょうとでも総合的に考えるべきが、えー、このコロナ対策だと、まあ、当初から思ってましたから、えー、こういう方だけが表に出るのはいかがなものかなと思ってました。えー、そして6月21日、えー、政府や、えー、大会組織 などです、ね、5者協議で上限1万人とすることが決まりましたこれは6月21日ですね、えー、1か月ちょっと前の話ですねそして今後のです、ね、感染状況のうちは無観客も検討とそれから五輪対応に関わる政府関係者は、まあ、菅総理はです、ね、有権者にこだわりが強いとこういうようなニュースなんかも流れてますこれは6月21日そして7月1日一部無観客で調整が始まりましたそしてチケットの再販 再抽選の結果もですね公表も延期されてとそして7月8日ですね都内会場での緊急事態を受けて無観客が決定とそして今無観客で行っているとこういうのがこの経緯ですね各県によってですねこの判断が違うんです実はですね7月1日ですね福島県のですね内堀知事ですか今月21日22日 28日に福島県県民東づ球場で行われるソフトボールと野球について無観客で行うよう今日組織委員会に要請して了承を得たとこういうことを言って,言われていますそしてそのです、ね、記者会見をです、ね、7月10日に行って無観客発表宣言ですねそしてですね7月13日宮城静岡に関しては終了定数50%以内で1万以下 それから茨城県は招待された地元の児童生徒のみで観戦とこういうふうになりましたそして7月15日これはあの北海道の鈴木知事私も夕張市長の時にお会いしたことありますけども鈴木知事はですね東京ドームでの五輪のサッカーの試合を無観客等々とうとうですね、まあ、鈴木知事も無観客の方向で言いましたね大会組織委員会があの児童だとか生徒にです、ね、観客の機会を提供するために 特別価格で,ですねチケットを提供する児童連携観客プログラムを用意していました。これに対してですね宮城県は187枚ですねにパラが80枚それから茨城県はで4700枚パラはゼロとそれから埼玉県は五輪にゼロパラに1816枚それから千葉県ですねこれは五輪ゼロパラが3000 万かなそれから神奈川県は五輪ゼロにパラリンピックが1万3それから静岡県が五輪パラ合計で5,680枚それから私はちょっとこれ残念なんですけれども北海道と福島はいずれもゼロというこういうふうに申請がなかったわけですねですから、まあ、児童も入れられない子どもさん生徒さんも入れられないとこういう状況なんですよ。 で私はねこの時パッと思い出したのが、東日本あの震災の各社のでね判断の違いなんですどういうことがあったかっていうことですね、えー、福島第一原発があの東日本が震災があった後ですねで洪水被害があった後ですね津波の被害があった後,、ねった後えー、まあ、原発の問題が発生しました市民のね2割が避難をしました、えー、そしてですね全メーカーが由来から まあ営業所を閉鎖したんですねそして言い訳次第にです、ね、病院診療所なんか約100カ所あるんですけども3つを除いてですね、えー、全部、まあ、あの撤退とこうことで,す、ね、でマスコミも全部撤退なんですよコンビニもスーパーも移動用方なんかももう撤退です、えー、という中でですねスーパーマルトは、えー、3.11当日から、まあ、店を開けてるんですね、まあ、今度 9月にまた安嶋社長にもお話しいただきますけどもで全国の大会でお話しいただきますけども地域のインフラと意識があってこういうことになったんですねでこれちょっと大きくしてねちょっと確認したいと思いますこれが地域密着企業ということで,でもう今もっと超えてるという事で「マルトは地域のインフラを守ることが使命と誇りです」ということでこういうことがあったんで自主的にですね本社の指示じゃなくて従業員の自,自主判断で当日から店を開いたと。 ええ、こういう店ですね。これが一つです。これも日本、あの日本で一番大切にしたい会社の経済産業大臣長。実証されています。もう一つですね。福島屋さん。これは東京の羽村ってところにあるんですけどね。えー、福島会長はですね。まあ、すごくダンディーでね。まあ。私、あのね、素敵な方なんですけども、この方ね、実はどういうことやったか。ここの。福島さんってどういう方かというと。まあ、全国のね、農業を回って、直接ご自身が仕入れると。 えー、もうプライベートブランドだけでもね、200種類じゃね。本当にね、ここでね、買い物するとあ、こんなものがあったのかっておまあ美味しいですね。しかもね、というようなことで日本の農業を支えたいでこういう思いが強い方なので、えー、こういうことを真っ先に終わりになりました。放射能探知機をですね、えー、お店の前に設置して、それが福島さんのね野菜ですということで大丈夫ですよと。 もし心配だったらこの放射圧を探知機でね自分で検査してそして大丈夫なものを買ってってくださいとこういうことを真っ先におやになったんですねまあ私はこの時はねお見事で本来であればあの生協さんだとかね農協だとかこういうね、えー、ところがやるべきことを、まあ、あの民間のスーパーがおやになったとまあお見事って感じはしましたここも日本で一番大切に再開した大治を受賞されていますということで今日のまとめをしたいと思いますけれども 私はやっぱり、ね、村井知事のお話が記者会見で話した内容は私はその通りだと思います。えー、東北ね楽天、えー、仙台からねそんなに離れてないです駅からも、まあ、い,わゆるいわゆる街の中にあるんです。その中でねプロ野球が1万人入れてますお酒も OK です、えー。その中でどちらかというとですね、あのー、オリンピック会場になるところはですね、えー、郊外ですしかも3000人ぐらいしか入れないんですねそれに対してですね。 半分全部確認して半分ぐらいはもう東北の方なんですね。というような構成した時にこれはこちらどちらがあの危険かというとプロ野球1万人のよっぽど危険じゃないかとこれはあまりにもアンバランスだということで、えー、それでね、まあ、あの反対を押し切って、まあ、ネット上も結構批判も出てきましたけれどもあの、まあ、新年を通してね、まあ、そのまま開催とこういうことをやってるわけですね。それに対してですね私はね、まあ、先ほど特にね まあ正直で怒りにも思ったんですけれども、まあこの北海道と福島はいずれもゼロと子どものチケットもゼロということはいかがなものかと正直と思いました。まあ復興五輪であればね、福島県は最低限被災した子どもたちには私は観客にね入れるべきだというふうに思います。あの東日本大日本あ東日本大震災がねの後ですね、私もボランティアで何回行きましたけれども、当時福島県って 安倍首相がコントロールされているっていう話がありますよ。けどそれは何をもってコントロールかってことでよく分かりませんけども少なくてもですね各町の中には放射能がねどのくらい今あるかっていうことを表示する機会がありましたねそしてテレビのところには今はもうなくなりましたけども今どのくらい放射能がありますということをテレビの中にも画面の中に絶えず載っているとそういう状況だったと思いますま。その中でね やってきた福島県の人たちがの子供がまが、あ「オリンピックを見れない」っていうのはねちょっと復興五輪って本当に言えるんだろうかということで、まあ、非常に悲しいしちょっと憤りの思いがあります。まあ、ということでね私はねぜひね湯きのこれマルトスーパーねスーパーマルトだとか東京のね福島への理念をね藤、まあ、堀ね福島地に見直った方がいいと、まあ、どちらかという横の指でね批判されないような。 対応だったということで、まあそういう意味でね、私は何を優先しているかということ、何を対策しているかともスケッ見えるということで、まあ正直で残念な思いを込めてですね、影響は復興後にがね無観客になったことは残念だと思ってお話をし,しました。私はしっかり対策すればね、他に危険なことはいっぱいあります。これはあの他のね飲食店に対する対応でも他のユーチューブでも上げましたけれども。 むしろねおかしなことがあまりにもありすぎてちょっとね本当に残念な気分ですということでこうしたですね今起こっていることに対するコメントだとか計画の基本企業事例等々色々お話していきますんでぜひ一緒に学びましょうよかったらチャンネル登録をお願いします今日もご清聴ありがとうございました